はい、えー、どうもわざますがれこに今日はお家からお送りしてるんですけど昨日あのとある会社の忘年会がありましてまあそれにあのネタで出させてもらったんですけどまあ一応あのまず音楽家の大西康隆さんが音楽をしましてでスペシャルゲストがおばたのお兄さんだったですその間にちょこっとネタをさせてもらう機会があってでまず。 西川の方がススペシャルゲストです。どうぞーってパーって言ってまあ、まず僕はバーって登場するわけなんですけどほんならあの、呼んでくれた院長があの「この人メインじゃないから!」って次に期待しといてーって言ってねはい、登場してそれをやりまあ会場は温かい雰囲気になりましたけどねまあ確かにメインではなかったんですけどあの、楽しくやらせてもらいましたありがとうございます本当に <laughs> そんな感じでおにぎり頂いて昨日あのカツサンドをいただきまして で、カツサンドも美味しいんですけどそのカツをあれご飯の中に入れたらカツおにぎりができるんじゃないかなと思って今日はカツを入れてきましたいただきますうんうんこれ非常にジューシーなんねカツ丼でカツサンドやったんですけどうん うん、安定のまさ昨日夜中まで、ね、片町で飲んでたんでね胃もたれしてますけどおにぎりは入るねねっじ皆さん今日土曜日ですけどね今日も一日頑張っていきましょうあとは明日までで吉本坂46のショールーム敗者復活戦福井県境市専属するのすぐに平本玄君が頑張ってますん、ね、で皆さんよかったらショールームで保を投げまってくださいそれでは今日はここまでバイバイ 12月31日は北陸すいませんにカウントダウンライブチケットの取り上げ絶賛お待ちしてます <music> そして YouTube チャンネル登録よろしくお願いします Twitter s t a g r a ム Facebook のフォローも皆さんもやりよろしくお願いします待ってます